こんにちは、シーバトです。今日はですね、Zoom の MS50G と Zoom の G1X4 をスタジオに持ってきております。で、ご用意しているのがこの JC120 になるんですけれども、今日は何を試すかというとですね、ステレオのアウトですね。ステレオで鳴らしたらどれぐらい空間系が広がるかっていうのを JC120 で試してみたいと思います。MS50G に関しましては、ここに2つ LR あるので、これをそのままシールドで裏のリターンにさせば大丈夫なんですけれども、 G1X4 はですね、アウトが1つしかないです。1つしかないんですけれども、この Y ケーブルを使うとですね、ステレオで出力することが可能になります。まあ、こういうケーブルですね、 Y になってて、1個アウトがこれ1個なんですけれども、インプットのところに2つさせるように枝分かれしていると、 Y の字になっているというケーブルになります。これをアウトに挿してアンプのリターンに挿すという形で、今日は空間系を鳴らしていきたいと思います。まずモノラルで鳴らしていきたいと思います。まだシールド1本しかつないでいないです。ではステレオで鳴らしてみます。すごく良くなったんですけれども、非常に伝わりづらいと思います。ちょっとコーラスの種類を変えてみましょうか。ビブラートとかにしようかな。ビブラートにしてみますね。まずモノラル、こういう回転ですね、今。こういう回転。というふうな感じで、これがこういう回転もこうから、こういう回り方から、なんかこういう風な動きになったなっていうのは非常に感じます。パンにすればいいのか、トレモラでいいのか。モノラルです。わかりますかね、この前後に来る動きですよね、今。再びステレオです。分かっていただけましたでしょうか。回転がこういううねりも出てくるっていう感じのイメージです。では続いて G1X4 です。こっちもですね、トレモロでいきたいと思います。まずはモノラルから。続いてステレオです。
感じですね。ここにねいるとすごい分かりやすいんですけれども、画面でカメラを通してどれぐらい伝わってるかっていうのは分かんないんですけれども、結構違います。なのでシールドを1本余計に持ってってる人はぜひぜひリターンに挿すときは MS50G ステレオで試してみてください。まあ、こっちの場合はね Y 字ケーブルが必要になるので、まあこだわりがある方はぜひぜひ Y 字ケーブル試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。